松川は長野県飯田市を流れる天竜川水系の河川。梅雨で増水した松川上流部長野県飯田市の基礎山脈南部の年城岳や安平寺山の一帯に源流がある。上流部では北から南へ流れ、風、越山の西側で震度を南東に変える。1965年の水害では上流にあった松川入りの集落で家屋や草園などに被害が出た。 松川ダムを過ぎると、風越公園の南側を流れる。松川ダムの下流は、風越橋,橋と呼ばれ、筒子の名所として知られる。松川ダムは、洪水防止、灌漑、飲料水の取水、水力発電など多目的に利用されるダムである。発電所としては、松川ダムのやや上流に、松川第三発電所が、松川ダムのやや下流に、松川第四発電所があり、 いずれも中部電力が管理している。松川と、あたご稲荷神社の車窓松川を越えるために、JR 飯田線は、上流側に大きく迂回しており、松川を越える橋梁のする南側には、霧石駅がある。中世においては、稲郡軍湖僧と伊賀稜層の境をなし、飯田市街地の南方では、旧飯田市と下稲郡金江町の自治体境界だった。 飯田城本丸があった丘の南側を東へ流れ、旧飯田市と下稲郡上里町の自治体協会だったの底川を集めた後、天竜川の本流に合流する。ありがとうございます。